どうも皆さんこんにちは、ミネットです。さあ動物のリープラス実況を続きやっていきましょうか。今回はですね、このミネ村なんですけど、もともと15人住民がいたんですよね。なんですけど今14人になってしまっていて、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14人となっております。どうやら15人になったら橋がもう一個かけられるようになるらしいんですよ。今回ちょっとそちらの動画を撮っていこうかなと思います。村のこと、あれこんなに項目あったっけ。友達のことごめんする、みんなで遊びたい、ここって何、友達のことだな。新しい友達が欲しいのじゃな。カード E リーダープラスを使って願いを叶えて信じるぜよ。来た、お主の願いは分かったぞよ。叶うといいの。今回読み込んだ住民なんですけど、ヘルツを読み込みました。早速このヘルツを呼んで15人にして、あーそっか、この時代埴輪出るんだったな。おい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 、パセリお茶目だね。一回話しとくか。ただ3週間だけど、あなたとお話できなくて寂しかったですよ。だから、それでご用は何でしょう。面白いことない。ミネットさん、ドリアはお好きですか。好きでしょ、本当に美味しいですよね。私ドリアだったら毎日でも食べられてたんですよ。何の会話だったんだろう、謎の会話だった。じゃあ明日ヘルツ呼んで、で村長さんが現れるらしいので、それで橋をかけていきますか。いやなんか時間をさ設定するときに、今2021年になったじゃないですか。うわ俺2021年で設定してる、ミスったって思ったらちゃんと合ってたわ。かぶりバー、このね橋の近くにいるらしいんですよね村長が。でこれで15人になったことによって、村長から橋の提案があるはずなんだよな。今日が1月10日、もしかしたら村長温泉旅行行ってたりする、可能性捨てきれんな。いやこのね、動物の森プラスには隠しイベントで、いた、いや灯台をね灯すイベントっていうのがあるんですよ。いやそれがさ、なんか1月にもあるそうなんですよね。俺はやったのは2月だったんだけどな。ミネットや、スキップなどして楽しそうに散歩かね。若いもんはいいの、わしは甲羅が重くてここまで来るのも一苦労じゃよ。はっ、そんなことより村長として解決しなければならん問題があったような。うーむ、さっきまでそのことについて悩んでいたんじゃが。そうじゃ、実は最近村の門の間で新しい橋が欲しいという声が多くての、この辺りに橋を架けようと思案してるのじゃが、踏ん切りがつかなくての。お前さんどう思う。考えさせて、橋が架けられるのは一回こっきりじゃからな、よう考えるんじゃよ。これも村を良くするためじゃ。はあ腰が痛い。15人になったことによってどうやら橋が架けられるようになるんですけど、ここめちゃくちゃ良くない正直。で1日1回どんどん村長が下の方に下がっていくらしいんですよ。今日が3丁目3番地、明日が4丁目3番地みたいな、まあ、それでね自分の橋を架けたいところを選ぶらしい。じゃ1回やってみるか。今が1月11日だから明日には4丁目3番地にいるはず。わかんない、俺もやったことないから。オッケー、今日が4丁目3番地にいると見た。いない、いない、海岸沿い、最悪、新年早々引っかかっちまった。皆さんおみくじ引きましたか。あのこれね、実は1月1日から1月3日までの間って取りだめをしていたんですけど、あ、いた、こっちになってる。実はねこれが2020年から2021年にかけて撮った集まれ動物の動画を覗いたら、あ、新年一発目の動画となっております。いたな、上に、上の方に上がっていくのか、下じゃなくて4丁目3番地に上がっていくんじゃなくて、3丁目2番地、3丁目1番地、2丁目1番地、1丁目1番地の順番で上がっていくそうですね。ただここにかけたとしても、もう次こっち側に行ったら橋があるんですよね。ここ最高じゃない正直、4丁目3番地の。ただここ滝があるから、もしかしたらいけない可能性もある。一回どんどん村長を上の方にやっていこうか。おお、ゆっくりゆっくり上の方に上がっていってるね。今日が13日で2丁目1番地にいるから、明日1丁目1番地、次が明後日が4丁目3番地になるはずです。これ厄介だな。さて次の日にやってきました。正直なところこの1丁目1番地にも
欲しい感はあるんですよね。これもしかして動物森初代とかプラスでも橋かける数増やせるのかな。テントに誰か来てる。あれ、いない。村長がいなくなった。ここは無理なのか。ということは今日一番下側の4丁目3番地にいるかもしれない。そもそもあの4丁目3番地滝があるもんな。あれ、村長いなくなった。いないな。あれ、温泉行った？もしかして。あ、住民の数が14人になってる。だから消えたんだ。え、そんなすぐ引っ越す？15人14人になってから一瞬で引っ越すようになったな。今まではね、11人12人ぐらいの時は全然引っ越すことなかったんですけど、急に15人になったらすぐ引っ越す。お主の願い分かったぞよ。叶うといいの。弥生ちゃんを呼びました。実はね、今動物森プラスのカードを 4,5 枚ぐらいちょっと購入してる最中で、まだ来てないんだよな。一応ね、弥生ちゃんを呼びました。だから弥生ちゃんって本当に好き嫌い分かれますよね。おー、行ったわ。ミネットや、スキップなどして楽しそうに散歩かね。若いもんはいいの。わしは甲羅が重くてここまで来るのも一苦労じゃ。あ、そんなことより村長、解決しなきゃならん問題があったよな。うむ、さっきまでそのことについて悩んでいたんじゃが、実は最近村の門の間で新しい橋が欲しいという声が多くての、この辺りに橋を架けようと思案してるのじゃが、踏ん切りがつかんくてな。じゃあもうここにしようぜ。そうかね、お前さんがそういうのなら他の者たちも多分納得するわい。それでは早速13日には橋がかかるように手配しておこう。これで遠回りせずに済むじゃろ。我ながらいい仕事をしたわい。村長の仕事それだけか。でもありがたいね、ここに橋ができる。三丁目三番地、何回か話しかけよう村長に。そういうミネットや、お前さんは米とライスどっちが好きかね。難しい質問するな。米かライスか。かわしは断然米じゃよ。なんだって響きが違うからな。そういうボケじゃなくて。オッケー、じゃあ13日にしますか。なんかセレモニーとかあるのかな。よし、次の日にしました。13日、橋はかかったか。おお、ここにかかったの。え、この橋すご、見て揺れる。え、このシリーズだけじゃない、橋が揺れるの。しかも化石こんなところ埋まってるし、もしかしてこの橋の手前側に置けたりするの。置ける、ここに置けるんじゃない、家具置ける。え、便利。可愛くないこれ。橋の上にはさすがに置けんよな。さすがに無理か。え、でもこれ便利じゃない。お、ペリーヌが渡ろうとしてる。え、渡らないんかい。弥生ちゃんいた。弥生ちゃんのさ、家の中も気になるよね、ここまで来たら。あら、こんにちは。あなたとは初めてお会いしたような気がしません。ハニョ、ハニョが口癖。あなたのことがとても好きになれそうな、なんだか不思議な気分です。私は弥生です。これからずっと仲良くしてくださいね。かわいいな、いきなり俺のことを好いてくれている。好きになっちゃいそうだ。これが弥生ちゃんの家か。和風チックは和風チックなんだけど、その不気味な感じだね。でも弥生ちゃんそういう性格だったんだ。デパートに行こう、ここまで来たら。いや、でも鎌倉一回やっときたいね、運試しに。まだ今年おみくじ引いてないからな。どんなご用だの、もう売りたいもん。おみくじできるじゃん、 E プラス。一回やっとくか。まあ一旦ね、これを全部売り払って、それなら全部まとめて 15,278 ベルで売る。いや、来たぞ。1月1日朝6時から11時は早すぎるぜ。おお、スリープもおるぞ。やっていきましょう。はい、出ました、おめでとうございます。新年の日の記念におみくじはいかがでしょうか。たったの50ベルでございますよ。やるやる。それでは参ります。ケハーモルター、ケハーモルター。軸みをバツ馬5本、当たりますこれ。といや、所詮おみくじでございますから、あまり真剣にお受け取りになりませぬよう、自分に都合のいいところだけ覚えておけばよいのです。ではこれをお受け取りください。しかも何回でもできるっていうのかな、面白いポイントなんですよね。いくぞ、読む。
なんとも言えねえ。基地欲望 50-50、 恋愛今度は大丈夫、売り買い天気が必ず来る、肉体気分爽快八気味、まあおみくじはね基地という結果でした。恋愛今度は大丈夫、なんか俺出会いすらないんだけど、今度は大丈夫って言われても大丈夫かな。まあそこら辺もね、なんか後々2021年頑張っていけたらなと思います。お前さん知ってるかね、1年の計は元旦にありと言ってな、今日は1年の目標を決めてみんな気を入れるんじゃよ。お前さん何か目標を決めるといい、明日から楽しくなるぞ。まあ今回ね、新年明けてから一番最初に撮った動画という内容だったんですけれども、まあ今年もね、ゆるりと動物森実況をやっていけたらなと思います。というわけで今回はこの辺で撮っておきましょう。じゃあな。